ここなんですけど、これをこう引っ張るとこうなるんですね。こんにちは、西安です。今ですね、2022年12月半ばになりまして、今日はいろんなとこで雪が降っているようです。寒くなりました。で、そんな季節にぴったりの、アイテム、ご存知でしょうか。白金カイロです。まあね、ここで説明するまでもないんですけども、まあ、こういったもので、ベンジンをね、入れて、まあ、かなり長時間持つアイテムなんですけども、これは秋冬の山に行くときにとても便利なアイテムです。で、今回は、この白金回路、ここに、なんて言うんでしょう、ループがついてるんですけど、黒い。ここにですね、こういった、紐をつけて便利に使いましょう、使ってみましょうという白金回路を便利に使うためのロープワークです。で、これはだいたい120センチぐらいの細引きを使っていまして、まずここで一回結んでます。で、これが何が便利かというと、ここなんですけど、これをこう引っ張るとこうなるんですね。で、首からかけたりするときに、ちょうどいい位置にですね、カイロを持ってこれると、お腹の下とか上とか、伸ばすと、こう引っ張ると輪が短くなって、こうすると輪が大きくなるので、輪を大きくして、斜めにかけて後ろに持ってきたりすると背中があったかくなります。ということで、白金回路を便利に使うためのロープワークをちょっとこれから手順をご紹介します。あ、ちなみにこんな格好してますけど部屋の中は寒くないです。話題に合わせて、変な格好をしております。メガネが曇ってますね。では手順を見ていきます。はい、白金回路を便利に使うためのロープワーク、まずここは普通に、なんだろう、120センチ、これまあ120センチぐらい全部であるんですが、この辺は体型に合わせて、微調整をしていただければと思います。で、まず半分に折ったところでこう結びます。ここはもう動かないように結んでいます。はい、で、その先なんですが、こう2本分かれています。で、こっちの、まずじゃあ右手に持っている細引きをここに結びましょう。くるっと回して、これ何結びっていうんだろう。はい、もし結び方の名前ご存知だったらコメント欄で教えてください。はい、こうすると動きますよね。で、少しこの数センチ手で持つ部分を残しておくといいと思います。で、もう片方も同じように、上から、じゃあちょっとゆっくりやってみましょうか。上から上に乗せて、先っぽをくぐらせて、で、この輪っかに通す。はい、これね、もう一回輪っかを作る方法もあるんですけど、そうすると摩擦がね、より大きくなって、場合によってはいいかもしれません。はい、これですね、これでもう完成です。これでも十分止まりますんで、首からかけると、キュー。はい、というわけで白金回路を便利に使うためのちょっとしたロープワークでした。バイバーイ。